台です。今、うん、見えるかな。唐沢登山口に来ています。唐沢高専登山校かに来ています。今回、天狗岳に登りたいと思います。イエイ。いやお盆も明けてね、ようやく僕の夏休み休みが始まりますので、ちょっとね夏山に行きたいと思います。今回ねけんちゃん、八方池でね一緒に登って、けんちゃんと一緒に登りに行きたいと思います。けんちゃんが見事にね1時間半、まあ最近不眠症で1時間半遅れてきて、まあ当初よりね1時間半遅れて行くんですけど、まあまあまあ想定内です。では行きたいと思います。これが唐沢高専です。で今日の同行者、改めてけんちゃんです。1時間半でもうすいませんはい、行くか。5時10分行きましょう大丈夫です。まあ、ほら接点つかなくていいから、明るくなってるからね。でれれんペース、スポット1、スポット1、稜線歩きかな。行きましょう。頑張ります6時20分樹林帯を抜けました。めっちゃ雲海いいね。赤岳もよく見えますね。いいね。イエーイ、仕事でした。目標が見えました。ここまで結構ハイスペースでね、ハイペースできてるので、7時までには、いや、厳しい7時いけるかな。あ、いけそうな感じがする。ちょっと、頑張りますエモい。でれれん、第2展望台着きました。今が6時52分いいペースです。めっちゃ逆光。同行者の服装チェック、見て最強かっこいいな、これ絵になるわ。ありがとうございます来ました。西天狗岳に向かう最後のガレ場ですね。慎重に行きたいと思います。あるんで大丈夫っす。どうっすか、楽しい？はい、崖のとこが終わり、もうちょっとで山頂に着きます。そしてついに着きました。東天狗岳、あ、西だった。いいね。あの稜線がいいね。ね、あっこで休憩す、あ、ここの方がいいかな、休憩。多分ひどかった気がする。あっちなんかね、ゴツゴツしてた気がする。はい、イエイ、ちょっとここで休憩したいと思います。で、今回ね、この満天屋さんからちょっと美味しいものをね、いただいたので、それを食べたいと思います。まず一つ目、カレーカッシュナッツ。美味しそう。ちょっと食べてみようぜ。お
めてみて。カレー風味のね、ナッツなんですけど。うん、めっちゃうまい。イエーイ。なんだろう、カレー風味って何か何よ、おいしい。うん、うまっ。ナッツの甘さきますね。カレー風味ってなんかさ、うん、全部食材がさ全部カレーになるけど、これナッツも残っててすごい美味しいです。うん、2点目、うどんなんですけど、つゆを忘れてしまって最悪。一番これ家で食べたいと思います。はい。悲しい。家で食べる。家で食べますね。もう一パックあるから。うん、ありがとうございます。満点屋さん、ありがとうございます。こちらはいいね、最高ですよ。ちょっとあんまりセブンイレブンさんを映しちゃうとなるほどね、あの満点屋 あのスポンサーが被っちゃうから。ちゃいいっすね。どうですか、うますぎる。よかったです。やばい。たくさん休憩したので戻りたいと、戻りたいじゃない、東天狗岳の方に行きたいと思います。めっちゃガスってるけど行こう。ちょっと登って、着きました。東の方、西天狗です。いいね、それでは9時20分ぐらい下山したいと思います。行こう。下山はね、黒百合出店寄りたいと思います。バイバイ。でれ、天狗の国は楽しそう。はい、目の前に黒百合出店、黒百合出店です。上から見る、いや、いいね。まだまだ頑張ります。もうちょっとか。黒百合降って突き出した。いや、きついコースでしたね。ちょっとルートミスをねしまして、大変なところから降りましたけど、うん、すごっ。疲れとんぼも。長戸牧場のアイス買っちゃいました。いただきます。いただきます。うまっ。
これでエネルギーチャージして下山しよう。頑張りましょう。はい、美味しそう。飲めないけど。あーやばい。決まりましたね。決まりました。整ってますね。ダブルシム。めっちゃ美味しい。黒百合ヒュッテを後にします。これで下山したいと思います。よし、行こう。めっちゃ緑、ん？緑緑しい。緑緑しい。緑しい。緑緑しい。いいね。これが八ヶ岳って感じ。黒百合から出て。50分ぐらい、あと1時間唐沢高専まで。やっぱ下山が苦手。今日ね、今日はケンちゃんがいろいろ話してくれるんで楽しいっす。ケンちゃんの裏話が聞けて。あれあれ。じゃあ下山してきます。水めっちゃ綺麗で、1時歩いたな。お、唐沢高専もう着いた。唐沢って書いてある。デレレン、青、綺麗。唐沢高専の綺麗やね。いいね。デレレン、1時20分唐沢高専戻ってきました。イエイイエイイエイ、はい、お疲れです。じゃあ温泉に入りに行きたいと思います。あー念願のですか。行きましょう。いいね、かっこよ。はいよ。いただきます。いただきます。ご飯お疲れ様でした。いただきます。ケンちゃんに買ってもらった、お疲れ様です。いい、ありがとうございます。いや、うん、どうでした、楽しかった。いや、超楽しかったですね。もう最高でした。また行きたいです。ありがとうございます。ありがとうございました。またちょっと次の山でお会いしましょう。またお願いします。では次の動画で。はい、
念願のひもかわうどんです。美味しそう。つゆもね、使っていきたいと思います。冷えつけつゆ200ミリリットル。すごい、ちょっとドローっとした。うん、いい匂い。念願の、うわ、すごい平べったい。美味しそう。いただきます。うん、美味しい。意外と腰があって歯ごたえね、いいですね。初めて食べたかもしれない、こういうタイプのうどん。美味しいです。ちょっと食レポは期待しないでください。期待っていうか無理ですね。うん、うどんなのか。うどんなんだよね。初めて食べる。美味しいです。本当に満点屋さん、ありがとうございます。では、ここまで見ていただきありがとうございます。では。